こんにちは、カワポンです。今日は青山学院大学の個別学部入試の志願者のまとめの紹介をします。青山学院大学では2021年度に大きな入試改革を実施しました。個別学部入試のほとんどの学部で共通テストが必須になりました。学部ごとに指定された共通テストの科目と2月の独自入試の合計点で合否が決まります。共通テストというハードルができましたので、志願者は当然減少しました。開国前の個別学部入試の志願者は、合計で 38,718人でしたが、改革初年度の2021年度は 22,115人と激減しました。倍率もかなり減少しました。当然、青山学院大学も予想していたとは思います。やたら志願者を増やすよりは、第一志望で受験する人をターゲットにしたい。ということだと思います。そして改革2年目の2022年度は志願者は前年比で 11% 増加しました。2021年度かさすがに落ち込みすぎて反動もあると思います。そして直近の2023年度は前年の2022年度をやや下回る結果となりました。青山学院大学がこの数字をどう捉えているかは分かりませんが、志願者と倍率だけを見れば入りやすくなっていることは間違いないと思います。青山学院大学はとにかく入試システムが大変ややこしいですので、まずは自分に合った方式をしっかりと目標に持つことが第一歩かと思います。今日は以上になります。ありがとうございました。